はい、こんにちは。花のワールドカップチャンピオン、村松文彦のフラワーレッスン。新緑の季節になりましたね。今回は、姫銅弾を使って、銅弾って言ってもちょっとこう、小さな銅弾があるんですね、姫銅弾。これを使って、ちょっと造形的なデザインをしたいと思います。さあ、今回はこういうような、鉄の器を、ブリキですね、を使って、で、こういうふうにして、面取りをします。こうやって面取り、ね、面取りをします。それからフィックスで、アクアピンをこういうふうにしてつけます。でこの真ん中にこういうふうにしてつけます。そしてここのところにちょっとこう斜めに、こうしてここにこう、ね、入れます。さあこんな感じで面取りしようかな。ちょっと面取りします。でこうやってやると固定できますので、ね、で今回はグリーンイエローっていうかね、このスプレーマムがすごく綺麗ですよね。国産のスプレーマムなんですけど、このグリーンの色がすごい綺麗ですので、これを使ってデザインしていきたいと思います。でこういうふうにして、それからあと今の時期だけですね、ビバーナム、これも静岡の生産者が作っていただいて、浜松の方ですけど、こういうふうにしてそれからまたこれも黄色じゃないんですよね。このガーベラ黄色じゃないんです。これも、静岡県はもちろん皆さんご存知だと思うんですけど、全国で有数のガーベラの産地ですので、こういうのを入れ込みながらちょっとこう入れて、普通はこうアレンジメントですのような感じでこうね、リバーナムこうにして入れ込み、それからあとこれが綺麗ですね。これね、ハサミでやった方が楽だと思います。楽っていうのは失礼ですけど、こうにして本当に綺麗ですね。これ染めてはいないんですよ。びっくりしちゃうですね。ちょっと今言葉おかしかったですね。すいません。こうして染めてはいないんです。それをこうしてこう入れていきます。で、こういう感じ。取っちゃった方がいいですね。こういう時はハサミが使いやすいです。これぐらいやればいいかな。でこういうふうにして花を入れていきます。ね、この何とも言えないこのグリーン、ね、イエローのようなようなイメージ、ようなようなイメージね。さあこんな感じでこうはできています。ここは一つのね、お花畑のようなイメージでこうやってやりますね。もうすべてグリーンですね。グリーンイエロー、これ今まではね。でこういうにして、あとリバーナムをちょっと小さめのビバーナムですね。大輪系じゃなくてね。
で、必ずいつも言いますように、吸性スポンジは広げて見えるようにして刺してもらうというね。で、こういうふうにして。さあ、こんな感じでちょっときれいにしましょう。それから今度この金パテマリをまた刺していきます。金パテマリはこの周りに刺していきます。こうにして刺し方もこうにしてポッと刺して切る、ちょっとギャスて切る、こういうのね。こうにして、ちょっと中にも入れましょうか。こうにして、で、四方線状にこうにして生けてきます。最近ね、結構ね、見ていただいて、ね、リクエストいただいてありがとうございます。ただ、海外の言葉で来られるとちょっとね、通訳が難しいもんですからね。それがちょっとあれなんですけど、でも、そうやっていただけるの嬉しいなと思ってます。まあ、あくまでも、私のデザインはヒントにしていただければいいと思いますのでね。あ、こういうデザインがあるんだ。じゃあ、ヒントにしてこれをやっていこうという。もう本当に、ね、こういうデザインをするときにはもっと時間をかけてしっかりとこう作っていただくといいんですけど、私の場合はどうしても、15分から20分以内でこう、ね、できる範囲の中でやってますので、まあ、それを加味して見ていただければ嬉しいなと思いますけど、まず最初にこういうふうにしてね、金パテマリをこのような形でこう四方に刺していきます。こういうふうにして、相当の数ですね、これね。枝をもう切ってあります。こうにして。さあ、こんな感じでできて、金パテマリができてきました。で、やはり全体的に、この長さがこうね、ある程度均等に、見ていただくと分かりますね、均等になるようにね。相当の本数入ってますからね。さあ、こんな感じで均等に、大体均等です。で、こうにして。もうちょいあるかな。こうにして。さあ、こんな感じでこうできてきました。その後に今度はこの枝を入れていきます。このより金パテマリよりちょっと長めにこうにして入れていきます。これも金、ある程度の長さをね、こうにして切っていただいて、
で、こういう枝を2種類ぐらいこう入れるとすごく綺麗になりますので、で、ちょうど今の時期が新緑ですので、これから新緑ですので、こういう新緑のデザインをこうして入れて込んでると綺麗ですね。で、だんだんこう長く入れてっていただくと綺麗だと思います。こうして。ね、もうこれだけの長さ、やってますのでね、自分でもう。こうして。で、これは、先ほど言ったように、姫ですので、姫胴丹ですので、どっちしても、たくさんの花が、葉っぱがあるわけではないですので、それをうまく利用して、こうにして生けて。で、何しろたくさんのこうね、葉っぱが入ってくるとすごくこう面白く表現できますので、こうにして、で、先ほど言ったように、あ、これも面白いですね、これはちょっと違うのに使いましょうね。こうちょうどね、胴弾がこういうように横の流れになってますので、それをうまく使ってます。やはり枝を見るというね、相当の本数が入ってますからね。さあ、こんな感じでどうでしょうか。で、このよくグリーンの枝の使い方とかそういうのを見ていただくと、この枝の面白さをこう表現しながら、枝をこういうふうにして切っていくと早いですね。で、四方を見せながらこうにして、それでやっぱりこう内側にも入ってくるように、全部使っちゃいますね枝をね、こうにして、なんかこうやってやってるとどんどん楽しくなってくっちゃうんですね。この中にもちょっと入れ込みましょう。すごい入っちゃいましたね。これ胴弾ツツジ3本分なんですよ。それでこれだけですとね、ちょっと面白くないですので、もうちょっとここでニゲラとかそういうものをちょっと入れ込んでいきます。その前にちょっと胴弾だけ最初につけちゃいます。もうすごい本数ですね、皆さん分かりますね。これだんだん大きくなっていったね。で、最後に
でこう、あとはこの前入ってくると今度はバランスを考えてやってください。すべてのバランスをこういうふうにして。で、キンパ手まりも入り、キンパ手まりの面白さもこう表現できるように、隠しちゃうとまずいですからね。で、全体的にこのような感じ。それからこう、胴体の面白さ。ね、この辺も行きましょう。ちょうどそっちからだとちょっと見えないでしょう。ね。後から見せますけど。で、やはりもう一回バランスをこうやって見ていただいて、で、あとは今度は、外側だけではなくて中の方にもこう入るように、こうにして、今中の方に入れ込んでいます。で、ちょっとこう枝も面白く利用しながら、ここもちょっとね、こうして。さあ、こんな感じで入りました。で、これですと本当グリーングリーンしちゃいますので、ここに、こういう、ちょっとこう、レースフラワーをこういうような感じで、レースもどっちかすると白に入りますけど、グリーンが強いですので、ちょうどこう綺麗ですね。本当にこう優しい、ね、レースフラワーでもいろんなレースフラワーがありますので、それがいいですね。それであと、ニゲラ。もうちょっとこれも、クッと、せっかくあるから。で、ニゲラもちょっとこうね、ちょっときれいにします。で、ニゲラで遊びを作りますね。こうにして、さあ、こんな感じで出来上がってきました。いかがでしょうか。後からね、あ、レースラーもありましたよ、もう一本。この胴弾ツツジの面白さと、それから花の中の造形的なこういうね、デザインも面白いんじゃないかなと思って、新緑のデザインをっていうことだったんですけど、前々回あの2年ぐらい前も新緑のデザインをしてるんですが、またそれとはちょっと違うようなイメージでこうしてやっていきたいと思いますので、いかがでしょうか。さあ、こんな感じでこう出来上がりました。いかがでしょう。ちょっと皆さんには見てもらいます。これもね、もう一本、あ、今見ちゃったね。さあ、こんな感じでこう、ちょっとバランスを見てね、逃げた。さあ、ちょっとこれ記念します。さあ、これで出来上がりました。いかがでしょうか。ね、正面から中が見えなかったんですけど、こういうような感じです。あ、水がこぼれちゃう。こんな感じですね。後から水入れていきますけど。さあ、こんな感じで、新緑のデザインを、そしてまた胴弾ツツジの面白さとこういうのを表現しながらやりました。いかがでしょうか。皆さんのリクエストお待ちしてますね。QR コード、あの LINE のね、 QR コード、もしくは、YouTube の説明欄の URL からアクセスしていただくと、皆さんの喋りがあるですね、皆さんのリクエストに答えることができますので、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。